はい、皆さん、はい、本当に本日はいや疲れたね。本当に久しぶりにラジオの楽しみをしましたけど、何が疲れたかって話してるんですか。いや、もうメキシコの大会ですよ。いや、まあこれがね、なかなか大変な大会で、とても一周じゃね、話せないんで、まず、今日と明日の連続で話そうかなって感じですね。要するにメキシコの大会、困った時の、そうだな、メキシコ大会、変なんですね。で、メキシコ大会に対抗ない、メキシコ大会、ボリネガチャンネルと、3年間ぐらいの、語れるんだ、本当に。とにかくですね、移動、ホテル、もうあらゆることに大変でした。自分の人生の中で一番大変な旅、船が沈みそうな時に、飛行機が嫌いそうな時の大変な旅です。本当ね、もうそれが大変だと思っていい。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、言いたい放題チャンネル。広く的だね。で、どうでした、雑感として。まず、いや、30分あるからゆっくりね。私ね、2回目なんですけれども、今回、はいはい、なんかね、やっぱりなんていうのかな、前より優秀な人が少なくなっちゃった分、大変なことが増えちゃった感じです。そうね、大会規模はすごかったんだけど、すごかったんだけど、スタッフがね、なんかね、随分ね、弱くなっちゃったね。弱いスタッフばっかりで、そうで、ディノファミリーしかいなかったというか、そうだね、それ以外の優秀なスタッフがいなかったんで、結構大変な、大変だったね。でも時間は守られたけどね、全部ね、守られてた、でね、まず最初に困ったこと一つ言っておくとさ、飛行機が到着しました。ね、でみんなをなんとか移動して、シャトルバスでとミュウちゃんの車でホテルまで移動させました、はい、ここまでなんとかなった、うん、ホテルチェックイン、全部、キングサイズベッド、ダブルベッドになってました、これ困ったね、何やってんだアホだって言いたいぐらいで、ツインでもちろん頼むのは当たり前じゃない、ところがね、ブラウザーの関係上で完了してツインに全部入れてパッとやって、あともう一回ね、それを予約を見直さないとね、なんかキングサイズのあれになっちゃう。なんでそうなっちゃうのか不思議だね。これ前からね、アゴだとかね、例えばいろんなね、ブッキングドットコムとか、そういうところでやると意地悪されてね、Google だと入らないとかあったんだよ。通常ね、普通にニュートラルに考えると、ね、ツインって言ったらベッドが2つ。いや、だからネットの問題なんだよ。だからネットの、今昔から俺がよく問題視してる、要するに Google と、あとはインターネットエクスプローラーの問題、これがまた来た。それでそんな障害が、ね、困りましたね。それででもね、なんとかね、うまくね、チェンジして、とりあえず入れたのよ、ね、で、その日はもう楽しくね、みんなでキャッスル行ったりとか、ね、キャッスル行ってやりました。超美味しいで、ビルと、はい、合流して、ね、それでもうビルもご機嫌で高代さんと会えたんでね、それで、ずっとね、LINE やってるね、ビルと高代さん、そのままキャッスル行って、キャッスルでね、もうノリノリでビルがマジック、もうすごいうまいって、もうみんなもやっぱぶっ飛んじゃうね、ビルがね、そう、神だとか言ってみんな、そう、もう本当にね、大サービスだから、もう、でやり終わってみんなで飲んでて、またジニーも飲み放題うまくやってくれて、最高の気分の時に、まずトイレが血だらけになってる時期なんで、ビール高血圧なんだって、でもう鼻血が止まんない、で俺もこれも経験があるんでね、鼻血を抑えようとして鼻を抑えても口から出ちゃうんだよ、だから口から血が入ったんだって、血だるま、でキャッスルに行ったんでね、ビールが大変な状態だよって言ったけど、対処が遅くて、そうでもうホストに行ったからみたいな感じで、お店もうビルはビルでもうね、かわいそうだったんだけど、でまあとにかくね、高代さんが家まで送ったりなんかして、娘に病院にも行って、今調子がいいということだけど、そんなことがあったんですよ、ね、でその次が大変だったんだ、まあね、2日目は、みんなで、ディナーを食べた、ね、ディナー食べた気がするね。ここで僕が払ったあれが二重請求されちゃった、キャッスルが。信じられる、新人。新人ダメだよね。いや、二重請求しちゃったんだから。でね、で、ちょっとキャンセルするから貸して、もう一回カード。で、やったら、どうなのって言ったら、いや、二日ぐらい後には戻るから。そう。信じられないでしょ、これ。それでね、まあいいや、そのまま、今も戻ったかどうかもわかんないんだけど、まあそれが終わってさ、なんかちょっと変だなと。でも、とにかくキャッスルもありました。みんなはね、すごく楽しんでくれて、もうひとみちゃんなんかはもうキャッスル出たってね、絶対ね、将来のこと考えてるっていうふうに言ってて、いい感じだったんだよ。で、メキシコに出発ですね。はい。これがね、大事。まあ、空港までは良かったな。まあ、空港までは普通にシャトルバスで行って、シャトルバス2台だっけ、あの時。なんだっけ、シャトルと、ウーバーで、2台目、そのウーバーの人はすごく優秀な人でね、1回目のウーバーのやつはさ、反対側止めたからこっち回れったらさ、ダメって帰っちゃった。
で5ドル請求されてた。もうふざけんじゃないよ、ね、あの前にあの怒ってきた人がね散々文句言ったけど、うん、ウーバーに、うん、でまあ、 あの変な話だけどあの、うん、そうやってねあのなんとかねあの言ったのよ。で空港を入るのも問題なかったんだよ。問題なかった、問題ない、ね、飛行機乗るところも問題なかった。でね、まあ、飛行機がねもうしょうもねえ飛行機で、そう、機内食出ますよって言ってて何が出るのかなと思ったらクッキー3枚3枚つながりの1枚ね、それと、うん、あと何で飲むだけ、うん、あれ機内食と言うんですかね。言わないでしょう。それでねなんとか着きました。こっからが大変で手荷物検査、まあ全ての DVD ボックスかなんか全部開けられて、荷物が全部ね、うん、びっくりした。あんなに、ね、荷物チェック厳しいの、うん、それでね入ったんですよ、うん、でまあディノと会いまして、車、2台かなんかに分乗して、うん、全員行ったんだよね、ホテル、うん、でホテル着きました、はい、で当日初日寒い寒い、ね、みんな寒いって、要するにあのメキシコのそのコーチが寒いわけじゃないんだけど、たまたま気圧の配置の関係上で寒波が来ちゃって夜寒いね。昼間はみんな子供も泳いでるんだけど、うん、夜が寒くてね、で暖房っていう考え方がないんだから、みんなね本当に困っちゃって、扇風機しかない、うん、でもねさすがに疲れたんで、ね、その日はみんなで軽く一杯飲んで寝ちゃったんだよね、うん、で翌日から、まあ、大会が始まったという感じですよ、うん、で、まあね、大会のところまで話しちゃおうかな、うん、とりあえずね最初何をやったかっていうと、その大会ではあの僕のクローズアップショーとミュージシャンのクローズアップショー、そうだ、ね、トップバッター俺だっけ。そうだね、私が先だったと2位3、ね、1番の子がいて、うん、2位3で、うん、結構いつもねクローズアップって前半でバタバタして準備が何もできてないさ、うん、こうまだ体調もなんていうの慣れてない時にいきなりもうバーンって出るから、結構ミュージシャンお見事ちゃんとね染めてねあの立派だったんだけど、うん、俺がねまたねセットされてないセットミスが出ちゃって、これでねあの最後はちょっとねおかしくなっちゃったんだけど、まあでもそれでもまあ ね、なんとか前のキャッスルでのねセットミス失敗があったんで、うん、なんとか乗り切りました、うん、はい。それでその夜はでもタイムオーバーの人が2人いて、あタイムオーバー投げのがいるんで、ね、10分って言われてるのに、10分で決まりがあって、うん、それで収めなさいねって言われて、前半のね男の子と私と柳田さんまでちゃんと10分で収めたんだけど、うんうん、後半の2人が20分とかずつやってて、20分以上やったね。でもあのゲストしか出ないのね、うん、でまあそれでもね無事終わったんだ、まあうん、でその日の夜ってどうしたんだっけ。その日の夜はみんなで酒飲んだ日だっけ。あそう、うん、お酒飲んでて、うん、その間に表彰式じゃなくてなんだっけ入場行進がやってたっていう、あれが笑っちゃったのがねこれも困ったんだよ。で日本チームやなんかのいっぱいのね入場行進があるわけ、入場セレモニー、うん、世界から来ましたみたいな、そう、ね、それで入場セレモニーの話何にも俺聞いてねえから、うん、で気がついたら終わってんだよね。そうでもう一部の人も寝ちゃってて、それでそれを言ったら、いや日本チームは人数多いから入場行進なんか入ってないんだよ、これ南米だけの、あとで、ね、ちゃんと日本のさプレートマンだよね。あとで見たらそうプレートでごまかしやがってんの。それでそれは翌日にあの入力をして別枠で作るからっ て、日本だけを紹介するコーナーね、うん、作ってくれて、あそうそうそう、まあでもねもう本当にねブースだけで何やっても大変だった、うん、でもあの日ね、うん、私たちステージショー見逃してたんだね。そうそう、ね、見逃してる、実は見逃してるのいっぱいあるんだよ、うん、でもさ全部出てたら死んじゃうよあんなの。まあね、うん、だからねそれでもまあねなんとか楽しく2日目までね、うん、初日到着して翌日の第1日目、はい、あの終わりました、はい、うん、でとにかくぐっすり寝た、うん、ところが翌日がもうさあの早いんだよ。そうだね、うん、まあ朝食をとって8時ごろ過ごして、うん、朝食をとってね、でブースを開けて、うん、で昼から要するにあの中川翔太君の、クローズアップコンテストだから、ね、うん、コンテストね、うん、でねこのコンテストのところの時は話す、うん、まあ審査員が前はまともなのがいたんだけど、今回ど素人ばっかし、あらでどうしようもなくてオリジナリティとかの考え方って俺と意見が食い違っちゃったんだよ、うん、でこれがあとね大変な問題なんだけど、うん、優勝者があのその当時の優勝者がね日本行きを取れなかったっていう有名な大変な状態になっちゃった。あら、うん、まあこれはゆっくり話しますけどね、うん、とにかく僕としては要するにあの審査員がダメだってはっきり言っちゃって、うんと、まあねそこら辺が言ってちゃんとやらなきゃいけない、フェアでねちゃんとやってやらなきゃいけないのが大会だから、うん、それは俺のマジックマスターズオープンの方の持ち分だから、うん、ディナーにはっきり言ってね、うん、修正したんだけど、まあそんなわけで移動前半困りました、うん、で全部これ困ったことの一環ですから、その次ねあの明日の、言いたい放題チャンネルではすごいよ今度ね、ここからがいろいろありますから帰国までの道のりも話したいと思いますね、はい、はい、どんな話になるか皆さん楽しみにしてくださいということで、はい、この辺でお話を伝えていきます。
はい、続きは明日です。はい、それでは皆さんまた明日ね。それではさよなら。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。